じゃあやります。ビール紹介。はい、フリースタイルサンドボックスのバージョン4しかやってない。すごいね。あの、実はこれが、2022年産のフリースタイルの最後のサンドボックスです。なぜかというと2023年がようやく入荷になります。今回使う、ホップの中で珍しいのがピーチャリンっていうやつで、2022年ほとんど入荷してなくて、ずっと、まあ、惜しみながら、使ってなくて、なのでピーチャリンって名前の通り桃感があるものなのかどうか、ちょっと飲んでみたいと思います。よろしくお願いします。あとはあの、サザンクロスパシフィカ和活、まあ、ニュージーランド祭りなんで、使ってますね。ではバージョン4、どんな感じか。まあ、これもヘイジーなので、今回ね、ちょっとね、紫ピンクの色にしてますね。23年産からも完全にジャケを変えようかなと思ってます。今、シューターに話をして。では、香り見ます。なんか香りだけでなんか味わってる感がありますね。マンゴー、まあ桃って言わなきゃなんないんだけど、あんまり桃を感じない。うん、でもトロピカルフルーツ感がすごく強いですね。味見します。うん、フレッシュだな。あのね、フレッシュジュースっぽいみかん感が強いかな。ピーチャリンのピーチがどこにあるのかな。ないかも。まああの、飲みやすくて、でも飲み応えはしっかりあって、苦味が少ない。度数は感じます。ちょっともうあったかいです。今回は、まあ、ピーチャリンの存在がどこかなっていうのはあるんですけど、まあ少量しか入ってないっていうのもあって、2023年のピーチャリンは結構手に入ったので、まあ、次のシリーズになった時には使えるのかなと思います。いろいろ試してみたいなと思ってます。ニュージーランドはあの今年は、まあ、ピーチャリンはそんなにたくさんは買ってないので選べてはいないんですけど、モツエカネルソンあたりは実際に行って選んできたもので、はこれからのフリースタイルで、仕込んでいけるのですげえ楽しみですね。まあ2022年もすごく美味しくて、美味しいビールたくさん作らせていただけました。ぜひ、第4最後の22年の飲んでいただいて、23年も早速作ろうかなと思っているので、飲み比べていただければと思います。エイジスキーでは絶対、買っていただいて、飲んでいただきたいと思います。いつもありがとうございます。フリースタイルサンドボックスバージョン4、よろしくお願いします。